皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基本ミニテスト、今回は間質級の問題です。ここに間質級の絵が描いてあります。こちらが間級、こちらが質級になっています。質級というのはこの温度計の根元の部分が湿ったガーゼ、布のようなものでくるんである、そちらの温度計の方です。一応温度確認しておくと、間級の方の温度が17度、湿球の方の温度が14度になっています。そしてこれが間質球を使って湿度を求めるとき、そのときに使う表です。では問題を見ていきます。間質球を使って気温と湿度を調べてみました。1番、この時の気温は何度ですか。2番、この時の湿度を求めましょう。こちらを使って求めます。3番、空気が乾いていくと間級と湿球の湿度の差、間級の示している温度と湿球の示している温度の差ですね、この湿度の差はどうなりますか、とこういう3つの質問です。皆さんはここで一度動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生し正解を確認しましょう。正解を見てみましょう。1番、この時の気温、これは17度 C です。間級の示している温度、それが気温になります。換気は17度 C を示していたので気温は17度 C ということです。2番、この時の湿度を求めましょう。換気が17度 C、 湿気は14度 C でした。この湿度の差は3度ですよね。ですからまず気温の17度 C を見て、気温の差が 17-14 で3度、3度ですから、この3度のところを見ます。ここですね、17度 C で3度ですけども、この2つがぶつかったところ、70とあるので、この時の湿度は 70%、 こういうことになりますね。3、この空気が乾いていくと間級と湿球の湿度の差はどのようになりますか。ではまず19度、気温が19度の時見てみましょう。湿度の差が0の時、これ 100% でしたね。これ乾いていくってことは湿度が小さくなっていく。じゃあこれ 100% から 90% になると、湿度の差1度、さらに乾いて 81% になると湿度の差は2度、4度になれば 63% になっているので、これ乾いていくと湿度の差はどん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 大きくなっていくと、湿度の差は大きくなる、これが正解ということです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。